今回ですね、山のふもとにあるという隠れ家的なこのスープカレー屋さんにちょっと取材をしようかなとやってまいりました。こちらが入り口ですね。看板、カフェ&カレー&カフェケラン。入り口入るとこんな感じですね。いらっしゃいませ。あ、すいません。今日はちょっと取材の方。あ、はい、ご予約のですね。はい、よはろい、しくお願いしおま待ちしておりす。ました。はどうい。ぞ、中の方へ。はい。はい、ではちょっと早速、お店の方に参りました。すごくいい雰囲気ですね。厨房はこんな感じですね。あの店長大丈夫ですか？これソファー席がありますね。あとこっちが4人掛けの席が2つ。あとなんかよくわかんないが飾ってありますね。こちらメニューですね。パリパリチキンのスープカレー、塩漬けポークのスープカレー、たっぷり野菜のスープカレーもありますね。あとこちらの方になんかスープ、トマトスープとスパイススープを選べるみたいで、あと辛さを選んで、ライスのサイズ、コーヒーの方にもこだわってるようで、こちらスペシャルティーコーヒー、天狗山ブレンド、あとこれ何ですかね、J スペックブレンド、あとソフトドリンク、ラッシー、アルコールもありますね。すいません。失礼いたし注ます。文いいですか？はい。こちらたっぷり野菜のスープカレーで、はい、たっぷり野菜ですね。で、これトマトとスパイススープを選ぶんですそうかね。ですね、スープのベースが2種類から。なるほど。ちなみに人気あるのはどっちですか？そうです、スパイススープの方ですかね。じゃあスパイススープではい。いきます。次、辛さを選びいただけますか。辛さですね。結構どれぐらいですね。3辛ぐらいだと結構辛いです。そうですね、市販の中辛よりは少し辛いぐらいになるかと思います。じゃあ2辛で2辛で、おは願いい。しまあす。と、ライスのサイズが焼酎代まで無料で、ちょっと盛りだけちょっと有料になってしまうんですけども。ちなみに、特盛より上はないんですか？あ、そうですね、メニューの方に書いてはいないんですけども、はい。一応、まあ、裏メニュー的なもので、天狗山って呼ばれるものが存在します。天狗山。はい。ちなみに何グラム？あ、こちら600ですね。600グラムです600か。ですね。はい。天狗山盛りで、じゃあ、お願いし大ま丈夫す。ですか。行きましょう。はい。で、ちなみに、はい。なんか食べれないもの抜いてもらったりとかあ、全で、然大丈夫大です。丈夫で別のす。ものに書いたりとか。野菜のカレーって、はい。人参とかって入ってます？あ、人参入ってますね。あ、ごめんなさい。人参抜いてもらってもいいですあ、か？人参抜き。はい。あとは、人参と、あとスープ抜いてもらっていいですか？スープですか？そうですね。ちょっとスープ苦手なところがあるので。はい。スープ、あ、大丈夫ですか？あ、はい、スープ抜きで完で全きにる。野菜素揚げしたのそのまま皿にはい。こう、はい。そうですね。ちょっとはい。スープ苦手なので、スープ抜きでお願いします。です。ちょっとお待ちいただいて。あ、はい。
あ、大丈夫です。大丈夫です。あ、じゃあ、人参通りとすぐ抜きで。で、あの、ライス天狗山で。天狗山で。はい。はい、それでちょっと、よろしくお願いします。はい。失礼します。お待たせいたしました。はい、おすごい、美味しそうですね。そうですかね。やっぱ、こだわりとかあるんですか？なんかこだわりの部分が抜け落ちたようなスープカレーになってしまってるんですけど、あ、やっぱりそのスープの方に力を入れてます。そうですね、はい、なるほど。一応スープカレー屋さんなので、あれですね、本当にすごくスープの方に力を入れてらっしゃるようで、とても美味しそうですね。こちらは野菜たっぷりのスープカレー、もう野菜がゴロゴロ入ってますね。そしてこちらがメニューにない裏メニュー、天狗山も、天狗山盛りでしたっけ。あ、そうですね、はい、600g の天狗山盛り、米が立ってますね。これやっぱお米にもこだわりが。あ、そうですね、こちらあの道産のランコスマ。じゃあ早速ちょっといただいてみたいと思います。あー、しっかりとゆで卵もゆでられてますね。こちらブロッコリー、あ、こちら野菜をブロッコリーがちょっと素揚げされてるんですかね。あ、そうですね、大体の野菜は素揚げされてます。なるほど。こちら次ナスビですね。うん、ジューシー。うん、天ぷらを食べてるような感じですね。もうなんかせめて塩とかマヨネーズとかもしますか。あ、結構です、大丈夫です。あー、食べきりました。これがラスト。あ、すいません、はい、ちょっとご飯もちょっと残してしまったんです。あ、そうですよね、はい、なんかふりかけ、ふりかけですか、なんかのり玉とか置いてないですか。待ってくださいね、なんか探してみます。はい、すいません、ちょっとこれだけはさすがになかったんですけども、はい、ちょっと佃煮が佃煮、これはメニューにはないんですけども、これ店長のご厚意でですね、メニューにない新鮮ちりめんの方山椒入り、こちらいただきましたので、これでご飯いけるんじゃないかと。あ、おいしい。やっぱりちりめんの方にもやっぱりこだわりは。ただの私物ですね、そちらは。あ、これ私物なんですね。はい、お客さんにふりかけって言われたの初めてですね。あ、そうなの、珍しい。そうですかね。はい、ふりかけは大体何の家庭にもやっぱり。でも家庭にはそうですね。ご飯の方も残りわずかになってきました。完食間近ですね。こちら完食です。あ、すいません、はい、
ちょっと食後にコーヒーをいただこうかと思うんですけども、はい、結構こだわってる感じですね。スペシャルティーコーヒーと天狗山ブレンド、あとこれ J スペックブレンドなんですか。あ、そうですね、はい。結構一番人気があるのはどれですか。そうですね、人気があるのはあの J スペックの方ですね。 J スペックブレンド、そうですね、もともと割と苦味が強くて、はい、コーヒーらしいって言ったらあれですけども、一般的なイメージそのままのコーヒーだと思います。じゃあちょっと一番人気は J スペックブレンドということで、はい、じゃあオレンジジュースでお願いします。